はい、皆さんこんにちは、ピカミックスです。バイオハザード RE4、無限ロケランハードコア古都編、全3回のうち最終回ですね、やっていきたいと思います。じゃあこっから狙えるかな。あそこに見えるじゃん、ピューン。てかさ、これさ、ロケランってどこまで届くの。なんかあっちの方やってみよう。あ、爆発はしない。一応射程距離めちゃくちゃな、あ、爆発したわ。めちゃくちゃ長くない。え、今さっきの爆発でピューンってやってボーンって、これ、いや、やばいでしょロケラン。あと、じゃあなんか適当になんか打ち込んどこう。何発か、これにいそうだからね、敵が。ドン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 、先に駆逐しておこう。相手からすればさ、何が起こってんだって感じだよね。突然何かを打ち込まれて警戒態勢ザルだな、それ考えると。上の方に敵いたよね、だってもう2発くらい打ち込んどこう。これはっきり言ってさ、時間の無駄だよな。今何分、2時間51。あれ、これ何分でクリアすればいいの、よくわかんないけど。2時間台で来れてるから早いのか。右側も行かなくていいよね。もうこのまま突き進んでいこう。で、伊之助は中から出てくるから倒さないといけないんだけど、でもさ、これ見つかんない限り伊之助出てこなくないっていう。ここいる？いつもここいるんだけどさ、すでに人はいない。倒れてる。あいつには見つかるか。あ、見つかったな。ってことは伊之助出てくるな。出てきた時はお前の最後。とりあえずバカにドン、火炎瓶投げてくるか。細かいさ、命中つけるのがむずいよね。あと適当にボンボンやってる間に結構距離をね詰められるっていう。とりあえず一旦これで進もう。これガチャってやって、あと上からなんか狙撃できるかな。伊之助マジどこ行った。まあいいか。で、取れる宝は回収する。5連真珠バンクルで、赤ハーブもまあ貴重だから回収して金取って、あっちはいいや、また後で来よう。もういないな、敵が。ただ敵の音はするから、今消えたけど。あ、いる。あ、あいつ引っ張ってきた。あ、まだ声すんな。あ、いる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 。ちょっとこれちょうどそうだよね、鉢合わせになりそうだもん。あれ、まだいるな。まあさすがに相手してる暇はないんで。あれ、伊之助、うん、なんか何も落としてなくね。結構ここあれになるんだよね、いつもプラガ化するんだよな。とりあえず仕事で先手必勝。こういう出会い頭とかもね、危険だからね。奥のやつも倒そうと思う。一応回収しておくか。金だ。オッケーオッケー。で、あいつもいつも捨てるスキルなんだけど、直接打ち込む。結構範囲広いな、バカ。ここの樽が壊れてたか。あとは、いや、こいつらどうなんだ、盾をも貫通する。右のやつで来る、来るね。
ちょっと周りのやつを倒してから集中してあのロケランを倒したい。OK。じゃあ金回収してもうそのまま奥へ進んでいこう。ロケランにね、ちょっと待って、いた。気づかれる前に倒すと増援は出てこないんだよって言おうとしたら、増援は出てこないけど初期配置の敵はいる。ここももうバコーンといっちゃおう。ここら辺敵ボンドン。あったあそこにいんな。爆で倒せるか、無理か。先っちょに当たったな多分。音がしてるから来てんな。ロケランだとプラーガ化しないか。そういえばここにちょっと回収だけしていく。宝もあるし、これだけ持ってきたい。くぼみのある王冠だし大したロスにはならないからね。あの仕掛けもあれ、もっともうちょっと先だっけ。ボンってやっちゃおう。で即上行って即倒して、で出てくるから先に3発打ち込んどいて。おおいたか、逃れていたか。やるな。スイッチ押して、もうロッカーとかはいいよ、開ける気になれん。あれ、あと宝石がこれか、回収しよう。ベルベット、まあ、言うてもベルベットってそんなに高くないっちゃ高くないからね。アシュリーがいて、でここもサッと終わらして、ベルベット上登って、ちょっと草は回収しておこう。ダメージはなんだかんだで食らうからね。でいつもあったらちょっとここステルスをやりたいんだけど、もうそんなことやる必要もない。起きろけな。あとこれこっちからまだいる。あ、いるね。やはり何匹かは残るけど、これがさ、あれどうだっけ、なんかアタッシュケースに入ってる割には普通のアイテムなんだよね。宝でも何でもない。なんだこいつ、ここで死んでんな。もはやロケランの範囲が分かんねえわ。ボンとして、それでダメージ食らうわけじゃないんで、アーマーだけちょっと見てみよう。あ、必要なしか。オッケー。じゃあ大丈夫です。で、これリヘナラも多分ゴリ押しで倒せるよね。一応ちょっと手順だけ間違えないようにはしたい。これさ、もうリヘナラ倒せないのかな。無理やり。このリヘナラがどこに行ったのかも謎わかんねえ。あ、電気系か。電気系統もちょっと苦手っちゃ苦手だからな。もうあらかじめどこを何回やれば電気が通るのかっていうのはやっぱり調べておいた方がいいよね、こういうギミック系は。まあちょっと頑張ります。そもそもどういう向きになるんだこれって。時間経ってないよね。ちょっと調べちゃおう。まずこれを右に流してこの形にして、でこれをこの形にして、でここをここか。はい、
OK です。でレベルキー取って現れるからスタンバイしてた。ドーン、いける。ああ倒した倒した倒した。この爆発は多分食らわないよね。ちょっと試してみよう、近くに行って。あ大丈夫、このくらいの距離だったらまず大丈夫で、一応ここはインゴット回収して、もういないからね。で電気をあっちにやって、ちょっともう上のところは行かなくていいや。まあ本来ロケランのないルートもやっぱり構築はしておくべきだからな。あそこを寄るべきなのか。取る宝は取らないと、やっぱ金は必要になるからね。でこういうところもね、やるかどうか、今回やんないけど、めんどくせえから。ライフルの弾を使うマシンガン的なのは弾数がね、やっぱりめちゃくちゃ減るからね。近い、食らった。死なば元とも。こいつ 真上に真横にいてダメージ食らうから、ね、ちょっと、あ全然大丈夫だ。アイアンメイデンじゃないから楽勝だね。いや追っかけられないってすげえな、全くストレスがない。ちょ回収してねえしそもそも出来上がってねえわまだ。そろそろ出来上がるかな。あっだけ完了してるまあ書き換え時間を考えればそんなにロスにはなってないし、そんな時間気にする必要ないからね、ボス戦が一瞬だから。でここからさらにやんないともうグダグダだな。で奥行って、これは上からロケランをぶっ放した方がいいかな。いない、恐れをなしているか。来た、バックリコボン。何体かいるはずだから、もそもそ来てんな、何も気づかないのか。粉々になったんだぞ味方が。そういう知能はないのか。どれがプラーガの上位種なのかよくわかんないんだよね。こいつは見てんな、監視役か。あすでに破壊されていた。やべやべやべ、めっちゃ破壊されてるわ。バックに、ちょっとどうなってる出てきてる出てきてる、はやっ、まだいるな。ちょっと足をやられたかこいつ。誰がレンチ持ってんだ、いた誰がレンチを持っていたのかすらわからない。一応手榴弾、あ回収したか。ここそれなりにアイテムがあるからな。ハーブだっけ。まず赤緑作れるものは作っておいて、ブラックバスがいいのか。ブラックバス食うか。これって一応全開にはなるよね。ハンドガンの弾すんげえいっぱいあんな。売ろう後で。でライフルは一応欲しいからな、回収しておいて。でレンチやって、書き換えしつつ敵の猛攻に備えよう。誰一人近づけさせん。この入り口のところで爆発させれば大丈夫し、書き換えが終わるまで打ち爆を。意味ないか、死体がポンポン転がってんだけど。
ふう。書き換え完了。あれ、そんな敵いなくね？あ、外で死んでるわ。外まで爆風が行ってんのか。まあまあまあの金の貯まり方だからな。まだ宝もあるし。じゃあアシュリーをとっとと助けてチャプターを終わらせましょう。ではチャプターエンド、次のチャプターへ進んでいきます。チャプター14、これ回収していこう。これでかいんだよねブラックバス。あ、小さいわ。ランカー級ではないかな。小さいのか。You got it. Duh. Be careful. 早く開けてくれ。青マトンはどうしよう。一応回収だけして、ちょっとハンドガンの弾を、じゃあ立体保持とか全く使ってねえな。鍵も使ってねえわ。いっぱいあるいっぱいあるいっぱいある、お宝が。でハメル系はちょっと残しておきつつ、ハンドガン171発、1個120円。いくらになるんだ。こんなもんか。よし。まあまあまあ。でも他の武器を使っていく上で、やっぱりちゃんと鍛えておきたいからね。で、青馬とかはこれ、行く？あっちに。爆発してるし。でもいいや、スナイパーライフル行こう。これが一番破壊しやすいわ。どこだ、上にこれがあるでしょ。アーソン、あとこれも回数でしょ。おお、お前無防備な。あ、アーマー、アーマーを直してなかった。強化手榴弾持ってないんだけど、まあいらないよね。でちょっと先にこれをポンってやって、ここから戻ってゴミ箱から腕は漁ってて、金の腕は捨てんなよマジで。でこれをポンってやって、でどこ、あれどこだっけ、今見えたのこれか。あとこっちか。ん？どこだどこだ？なんか忘れちゃったな。あれ逆だな。これの裏？この裏の金あったっけ？え、どこだ？あ、こんなとこあったっけ？全然、ここでマジで全然覚えてねえわ。あと1個最後にやればいいだけだから、ここは早いな。ちょっと待って、迷った。今どこにいる俺、距離感覚がなくなってしまった。しかもいけねえしガチで迷ってんな。ん、待って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 、ここがゴミ箱だから、あ、こうか、こう、これが正面か。でこれ回収して、あっちはいいや、このまま行って行って、でここは
ちゃんと倒しておこう。大丈夫かこれで。またアシュリーがさらわれるところがめんどくさいんだよね、やっぱり。お願いします。ちゃんとやったのを確認しないと。アシュリーがついてきちゃったらね、めんどくさいからね。でちゃんとこれも回収して、あ、ベルベットか。ベルベットって結局2500円にしかならないからね、微妙なんだよね。てかなんでハンドガンの弾手に入んの。アシュリー、なんでお前来たんだよ。ふざけんな。R3 だとね、なんか押し込んじゃうんだよね、多分。この上とか見るときに。だからちょっとね、丸の方がいいんだけど、やっぱね、回避の方が重要だからね。で、これどうする？スナイパーライフにするか、ロケランのままでいくか。ちょっとここはもう、いきなりロケランぶっ放すでしょ。一瞬で囚われるかな。スナイパーにしとこう。ちょっと待って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 、下に降りるか。どこ行ってんだこいつ。あ、死ねえだろ。あとはナイフ、ナイフサバイバー、めった刺し。お前にはナイフの刑がお似合いだ。結局逆だ。こっちじゃねえ。ああいう連れ去られた時ロケランでやるとマジアシュリー死ぬから。おい、俺が避けたことによりアシュリーが当たってしまった。いや、ボディーガードあるまじき行為だな。自分が避けてターゲットに当たるっていう。もうワンマンするから、とりあえずロケランを離しとこう。ここ虫いなかったっけ。まだいるな。来てんな、影がある。走ってくる影がある。で降りて。Smells pretty bad. You okay? Yeah. もうこれはサクッと上がっちゃおう。あ、でここ一緒にやるやつか。We go at the same time. Yeah. Got it. これもどういう仕掛けなの？いつ使うのこの従業員たちはさ。外れてるし。早いのか。多分速くなってんな、このメーターが。あ、そっか、ここで隠して、はい、あとはリヘナラを倒す。アイアンメイデン1体しか出てないからね。そういえばこれ考えると、ドン200だぞ。 What the fuck? あれ、何、ちゃんと頭狙ったんで大丈夫。ジーザス、カッディバスターで勝手に出てくるから、あいつ、ほら円張ってるからね。アシュリー、オッケー。これ早いから結構早めにやらないとダメか。お、早く来い。どこへんだ、もうここへんでいい。おお、結構ギリだったな。ここもね、ちょっと待って、ネズミってどこにいたっけ。こっち側にネズミいた。お待ちした。Get this for me. Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. あそこにいるな。あれ、4匹とも全部あっち側だっけ、いわゆるこっち側だっけ。まあ、いたらいたで倒して、いなかったらなんか、いや、しょうがない。だってロケランがあっちまで貫通するかだけ試したいな。てかここに2匹だから、多分向こう側に1匹だよな。ここに1匹でしょ。あれ3、あ、そうだ、あいつも倒して爆風に巻き込まれて、あと向こう側か。やっぱり
確か1匹いた気がするもん。ちょっと待って待ってね、ロケランが一応貫通はすんな。この位置か。 OK で、ブラックバス。ドン。オッケーオッケーオッケー。どっから来てんのか知んねえけど、まだ行くか。まだ来んな、懲りずに。なんか今いた？おう、ちゃんと言ってくれんだ。で、リヘナラも来るから、こいつは全てを燃やす。核ごと燃やす。何？核燃えてない。しまった。あれ、こいつアイアンメイデンだった。しぶて。ネクスト。オッケー。ちょっと急ごう一応。あれやってくれてる？ちゃんと。俺が帰れなくなっちゃうかんな。アイアンメイデンを攻撃してるときに一匹出てくるのか。てかネズミ絶対こっちにいるっしょ。あ、いた。めっちゃなんか隠れようとしてるけど無駄だよ。でまた電子ロックか。これはちょっとまた確認しよう。これは左を向くようにして、でここはここも左を向くようにして、上向くようにして、これも左が左を向くようにして OK。 まあ、ちゃんとね、そのこれをしてる間は時が経たないから確認しながらできるっていうのがいいよね。あ、ここだ、虫が出てくる。ドン。もう一発くらい撃つか。駆逐完了。took care of a request, did ya? で、ちょっともう一回ボディアーマー半分くらい減ってるな、ボディアーマー。で最後のこれをスナイパーライフルでいくか。よし、オッケー。で、ここの壁もロケランで破壊しよう。まあ、ロケランで破壊するっていうか、最後はアシュリーが決めてくれるんだけど、その前に、まず一回こちらは見てやるでしょ。ドンからのドン。この状態で思ったらさすがに2発打ち込めば大丈夫でしょ。ピュードーン、終わり。いや、手伝ってあげたんだ。造影も全然出てこないんで楽。一応手榴弾でもねできるんで、ロケラン全然持ってなくても大丈夫ですと。で、まあ別に戻る必要もないんで、このまま先へ行きます。まあ、リフトが降りてくるまでこっち来てるか。あの青の書はねちょっと取ってもしょうがないし、ハンドガンの弾いるんかい。クラウドアンパシリー、何接近性をやろうとして俺がアホな。強い。てかマジ強えんだけど、攻撃力がなめぷしすぎてたわ。
ひるまない。お前もうマジで死ね。いや苦戦した、すごかったでしょ。私全然すごくないよ。何事もなかったようにさっきのこいつ話が進んでんな。いやボディアーマーむちゃくちゃ減ってる、半分以下になってるわ。First, we have to make it out of here. You're no fun. ボディアーマーなしはマジできついよな。多分もう3発くらい食らったら死んじゃうでしょう。普通に。でここも、そっかこっちだ。これを調べなきゃいけないんだ。でこれは回収しよう。原石結構高く売れるからね。でこれは右から行って、あハンドガンになった。ハンドガン扱いのハンドキャノン。あ見つかった。倒した。全員倒しました。うお倒してる。ちょっと待って、ここ距離がある、距離があるっていうか距離がない。で近海、これ何サブマシンガンか。サブマシンガンはいらない。でこれ全部鹿として、あーあれあったっけ、救急スプレー。待て、ボディアーマー、ボディアーマー屋さんお願いします。5900、結構減ったな。ぴょいっとこれいくともう戻れなくなるからね、段差がすごすぎて。でクラウザーは別に銃が効かないわ。あ、待って待って、ちょっと一回ここで安全に行こう。安全第一。ちょっと全然安全じゃねえわ。痛い。あボディアーマーが塗ってるだけだな。爆風系はボディアーマーが肩代わりしてんのか。これここに来るからひょいっと、いてひどい。死なばもろとも、ボディアーマーが一瞬にしてなくなった。ボディアーマーがあればボディアーマー無駄にして自爆テロができんな。ただロケランってさ、そのボディアーマーなしだとどんくらい変だ自分のヒットポイント。だからクラウザーは嫌いなんだよ。裏から来るからね。おらこれ。何しに登場したんだあいつ。これどこに来るんだ、上か。ここか。マジで意味わからん。ポンってやって、いやすげえな、もう全部破壊できるわ。あとどこに来るんだ。ボディアーマー壊れた。どこに現れたんだ今。破壊して
ちょっと赤ハーブ回収するついでに箱も壊す。一瞬にして移動するなあいつ、すげえな。これいけんのかな。いなくなった、いなくなったね。ロケランの前にはやっぱりあいつも無力か。プレゼント 4U はしてくれる。いった、だって姑息なやつなんだ。でこれは、あ、これも強っ。どこ行った？あ、いる、いるはいる？あ、終わったよ。これどうすんだっけ？なんか来るんだよね、走って、こいつ。ダメだった。いや、なんか倒せっかなって思ったら、倒せなかったわ。ちょっと考えが甘かった。ブラックバス食うか。ちょっとアーマーないから痛いな。おとなしくあれは回避しとくべきだった。あ、いたな、今。これ上に来るのか。で、登って。たださ、ちょっと待って、これは回避しとこう、さすがに。で、ボン。さよなら。さらばクラウザー。俺ダメージ食らってるっぽいな。自爆行為をしたからな。アイテムとかも特にいらないっす。というわけでチャプターエンド。次へ進んでいきましょう。チャプター15。ここはなんか通信とか特にないからそのままサクサク進めるね。もう見ないし、見る価値もない。アーマー、アーマー直してくれ。新しい品とかでアーマーですよ。あ、でもいいじゃん。で、ヘリはなるべくちょっと早めにやっときたいかな。ロケラン対ロケラン、俺のロケランの方が優れてるところを見せてやる。これさ、条件がよくわかんないんだよね。その扉を破壊していく、自分で破壊できる、それはさすがに無理か。頼む、本当だよ、お邪魔だよお前。早く何とかしてくれよ。俺のロケじゃ無理なんだよ。いや、俺がその前に掃除するよ。ちょっと前後を見ないといけないから。でもワンサカ来んな、これ順番待ちしてるし。で、上まで爆風があるから全然大丈夫だな、このパターンで。あいつ燃えてるし。どうですか、ここにいると。いや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 、これ巻き込まれんだろ俺。ジャックポットじゃねえ。一応逃げてた。敵さえ殲滅すればなんとかなる。んだよな。よろしくね。
パーク減ってるな。なんだかんだでやばい、体力がやばい。ここ救急スプレー置いてなかったっけ。あ、これか、置いてある。こいつも死んでる。撃てん。まあ一応デビューはさせてやるか、情けで。なんか狙われてんだけど、お前らか。あっとで、あの対空砲とかどうにかできない。めんどくさい。いったそれはさすがにめんどくさいですよ兄貴。あの対空砲か。ひどっ、すげえ金だ金。まあ、こんくらいもらわないと割に合わないよな。大統領救出なんだから、大統領救出か、大統領の娘さんを救出してこんな命がけでさ、で、あ、まあ、壊れる。どっから攻撃食らってんだよ。敵がいっぱいいんな。ちょっとマジ対空砲は黙らせないとな。なんだ、どっから食らってるマジで。お前か。上から結構ワンスパッと来てんな。地下、なるほど。まあ普段あんまり気にしないかな。一応死なないように草は食っておくか。2つ、卵がまあワンセットあるっちゃあるから、一応回復やろうと思えばできるからね。この対空砲系は黙らせておくのが吉。あ、ここに赤ハーブあったか、使っちゃったんだよな。いったやっべ、ちょっと待ってここで死ぬのはマジ勘弁よ。いや難しい、ここ対空当てんの難しいぞ。自分も当てて食らうし、一箇所にとどまっておくのもな、あいつうぜえしな。ちょっと一発だけ打ち込んでおこう。これ火大丈夫で、そのまんま、いや、これじゃない、俺は下に置きたかった。いや、めっちゃ減る。ちょっと待って、串刺しになった。これどっから、コンティニューで。ちょっと、場所によっては、コンティニューでやっちゃおう。あ、ここか。いや、やっぱりボディアーマーないのが辛いな。あとここでさっきもめちゃくちゃ、ってか対空砲マジでやばい、無力化しとかないと。でガチャってやるでしょ、その後よ。お前がまず対空砲持つのかな、そもそも。いや、こいつかちょっと待って、挟まってる。危険だけど、ちょっとこれはどうだうめえてる声がするけど、卵だな、卵使おう。
これやっぱカチャってなっちゃうな。でもそのまま駆け抜ける。あとここ狭いは狭いからね。ちょっとちょっと待って、どうにもならん。ほら、一回背を向けて安全を確保したい。あいつとかマジ邪魔くせえな。ドタマ買ってこう。買って頭狙わないとやっぱ無理だ。弾数少ねえし、これでまた来るか敵が。ここで分かれるとな。よし、とりあえず抜けた。いや難しいわ、ロケラン持っててこれだからね。まあ、ロケランの力を過信しすぎてるっていうのはあるけど、いやここの青コイン破壊するのめんどくせえや。ここはイベントが始まるまでちょっとカットできねえわ。で虫が湧いてくんのか。ちょっと待って待ってよマジで。アーマーないからいいってすっげえ減るわ。これはどうなんだ。このまま駆け抜けるのは基地か。今はもう回復がないから逃げます。いやもうメダリオンとかやってる余裕ないっす。ここもマジ慎重に行かないとな。なんかアイアンメイデンがね、アイアンメイデンっていうかリヘナラか出てくるらしいんだけど、なんかやったことはないんだよね。一応慎重に、あのわちゃわちゃ動いてるやつをさ揺らしちゃうとさ出てくるってこと。あこれこれこれ、なんか怖えな。やってみる。ポンって出てきたわ。何再生してる。しかもこれアイアンメイデン。待って、アイアンメイデンさ近づくとダメージ食らうからな。え、これじゃあわちゃわちゃ してないやつだったら大丈夫ってこと。ヘビがいる。なんか強引にやっても出てきてないよね。待って、だと急がないといけないから。急げ。ギリギリだな、これ。ほんとギリギリだな。もう後戻りはできない。あれ、あこっちか。アーマーアーマーお願いします。あれ買ってこう。救急車、救急車出せばいいのか。装備品からストックは何個かあるはずだからね。3個か2つくらい出しとこう。 OK、 じゃあ行きますか。ここもどういうルートで行けばいいのかな。この擬態品をまず倒すとして、やっぱね虫うざいんだよね虫。Almost there. Ashley, I'm coming. で、一応中に入ってボンとく。で、上から行くか。
まあいつものルートなんだよ、俺の。痛い。そう。待って、これ一回。いって。一気になくなった。ロケラン勝負だ。げっ、イノスケお前どっから来た。いや、いた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 。鎖ヘビ卵で一旦乗り切るか。本当はボディアーマー直したいけど、帰ってまあそれはいいや。ちょっと中に突破するとこ。どうだ、ちょっと待って。草草草草草草でハーブの赤とか手に入れて。なんか出るっけ、このとこ。はいたわ。いて、もうちょっと爆風を魚しきれてないな。爆破ばっかってしょうがねえしな。一発打ち込んで、打ち込んで、全然意味ねえよ。でボン立て、でこれ飛び越えての、越えての、あとはもう駆け抜ける。よいしょ。でイベント終わらして、アシュリーを救出。ここはしょうがないよね、もうタイムの短縮にはならないから。というわけでチャプターエンド。じゃあ次最終チャプターに進んでいきましょう。ラストチャプター、チャプター16。Yeah, we're alive. Thanks to him.上のお宝は一応あれか、回収しておこう。Like I said, we're a team. あれどっちだ、あれか。You get better. Right? 一応心配なのはジェットバイクだからね。ジェットバイクの前に一回セーブして、失敗したらやり直してっていう感じでいくか。Never been better.お宝どうしようかな。あ、ライフルの弾欲しい。他はいらない。これ上から狙える。あ、そんなにロスにはならないとはいえ、いやでも金は欲しいからな、周回する上で。あっていいもんだから。あとどれだ、なんか期待してるやつ、なんかよくわからんけど、いろいろ打っておこう。でどっちだっけ、こっちじゃなくて普通にこっちか。邪悪なる方向。アッシュリー、
あれ？ボディアーマー直してねえ。だからめちゃくちゃ減ってんのか。まあ、最後の商人のところで全部直して準備万端にしていきますか。で、あとここら辺も適当にいるからな、こいつとか。横に張り付いてんのか。いる？ちょっとアシュリー狙われるのだけが面倒っちいからな。さ、インゴット回収して、売れるのは売っちゃうじゃん。ちょっとボディアーマーはまあ大丈夫だと思うけど、一応ね。で、組み合わせ的にまたこれはもうさすがにマックスで行こう。マックスボーナスで2倍からの、意外に緑が少ないのかで、なんか知んないけどここら辺はいっぱいあんな。ちょっと安めだけど、まあまあまあいいでしょう。これ全カラーボーナスみたいなのやってみる。全カラーボーナスってその全色一緒っていう意味。 1.7 倍カルテットボーナスね。じゃあルイスの鍵いらない、これもいらない。1万5000円か宝玉、1万8000円かいいな。テスラゴン、くぼみ、時計、首飾りっていう感じで、まあ、60万くらいか。スティングレイとか全然改造されてねえし。あれ、ちょっとそもそもさ、ハンドキャノン改造されてない。11万積んだ最後。これでマックス改造か。まあロケラン使ってるけどね。ではではでは、最後のサドラー編いきますか。Stay here。これこのままいける？降りてこないとダメ、降りてこないとダメだな。これってさ、なんかする必要ある？これで倒せる？ちなみに倒した。あ、違う、俺が死んだ。あ、違う、どっち、どうなった今。あ、違う違う違う、イベントで倒れたのか。あ、疲れたっていうあれか、自分が死んだのかと思った。ちょっと待って、これさ、結構ギリギリっちゃギリギリなんだよね。一応セーブしとこう。この状態でこれさ、あと残り数秒でセーブしたら詰むよね。まあ、詰むって言っても戻ればいいだけだけど。これロケランじゃなくて飛び出してくるやつに捕まれるから、それだけ注意しないといけないからね。ここの先っちょの扉行った時、なんか別にいいや、倒す必要はないのか。いや、結構秒数少ねえな。最悪何秒あればジェットスキー大丈夫だ。1分あればいけるか。結構長い感じがするけど、あれって1分の出来事なんだ。これでも基本加速マックスだよね。ここでね、結構ぶつかるんだよね俺。うわ、ルートを覚えなきゃいけないから。ああいうちっこいやつはもう当たっちゃっていいかな。箱みたいなやつ、でかいものに当たんだけど、こういう箱、そこら辺に、ね、こういうやつ、いていていていってめちゃくちゃ減るわ。ちょ、やばくね。でかいのに当たると困るな。いった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 、沈んだ。これでコンティニューでやって、
もし取れなかったら、てかこれくらいじゃ多分もう影響ないな。今の秒数だったら労働長くない？ひどくない？1分15。これって前の、あ、そうか、オートセーブされてる時の秒数だったか。いやこれ細かい操作ミスも命取りになるな。こうのいって一発で終わんのこれ。直撃するとマジか。やっぱりこれ分かった、分かった。さあそれではおいくつでしょうか。3時間52分、 S セーブ49。これ全部あれか、周回のやつ含めてか。熟練のエージェントで、メガネ、鉄のカウト、ニット帽、メガネ、ラウンドって何？なんか違うの？パイロットヘルメット、不織布マスク、アーマー。で、あれ？シカゴタイプライターってどうすればいいんだ？ハードコアじゃないっけ？まあ、いいか。で、鎧が手に入ったんで、これは買います。これって何？鉄の兜ってなんか意味あんのかな？自分が装備して食らわなくなるとかあるんだったらちょっと買いたい気がするけど。特殊効果、あ、特殊効果があるやつは特殊効果書いてあんのか。ダメージ受けなくなる。じゃあ特にっていう感じかな。本当にコスチュームだな。プロフェッショナル、プロフェッショナルランク A。アシスト、アシスト S プラスとかもあるんだ。スタンダード S プラス、 S プラスはもうちょっと引き継ぎができないからね。まあ最初のハンドキャノンとかはねいけるんだけど。ここら辺何が手に入るんだ。なんかちょっと調べてないから分かんないけど、欲しいは欲しいな。でこっちから先はフィギュアだから、あと次はプロフェッショナルを普通に引き継ぎありでクリアして、であとプラス系をやっていく感じか。じゃあまあそんな流れで、やっていきたいと思います。無限ロケラン編、じゃあ無限ロケランのハードコア編、クリアとなりましたので、ちょっとねもうルート取りとか全然甘いんで、もうちょっとねプロフェッショナルは研究してからやらないとちょっと厳しそうなんで、まあ少しね、いろんなところ、まあトロッコと、あとどこだ苦戦するの、まあちょっとそういうところ、あと、デルラ号のところか、まあこの2つはもうちょっとやってから、プロフェッショナルを進めていきたいと思います。というわけで、無事、ハードコア、無限ロケラン編、クリアすることができましたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。